今日はチョコケーキを作ります。作ります。よし、やってきます。まずは今日は18センチ型でチョコケーキを作ります。100均で買ったクッキングシート。こっち卵白で、こちらを、うん、むずい。あ、普通にあかんやつやば。何何じゃないよ。こっちに卵白が混ぜるのはセーフ。うん、セーフ。じゃあ全然経費ない。まだ破れてないからね、こいつ。破けてるやん。破けてない。おぉ、ね、あー、ちょっとダメだな。0.5 ぐらい。なんか殻入ってない？入ってないよ、殻。入ってるやん。これがちょっとペラペラ剥がれちゃうんで、オリーブオイルくっつけとこうと思います。オリーブオイルをキッチンペーパーに染み込まして、ちょっと塗ります。くっつくように下も。うん、それでくっついた。ここは40g。 わかった。はい、やべ、言い過ぎた、絶対ダメだ。おお、はい、あ、たぶん30だよ。はい、はい、はい、いいよ、いいよ、20。牛乳レンジで1分半温めます。こっちに卵白、あ、こだわりすぎると、こだわりすぎると失敗する。知ってる、さっきこだわっちゃったの。え、ね、じゃあ1個だけやって。食べ過ぎちゃいけないんだよ。うん。よし、成功。成功。よかった、よかった。これ一番難しいから。でも、なんか上白糖とか三温糖っていうのあれの方が体にはいいらしい。うん。こんな、こんな砂糖を取る時点で体には絶対良くない。足りるこれ。20？うん。でも OK、 ちょっと甘め、 5g 分甘くない、むしろちょっと減らしとけよって感じ、ね、こんなんです。 OK、 ちょうどオーブンが、あ、まだだったわ。ここに卵黄を入れる。違うのクリーム、うん、これ使って、
にさっくり混ぜます。ボールを手前に回しながらやりやすいです。コアを首にかけて入れます。慎重に。いった。これにかける意味ないんだよね、本当に。あるよ。ないことやってどうすんだよ。なんでやるんだよ。これにかける意味ないんだよね。なんで意味あんだろう。おかしいでしょ。あるよ。何、口どけ。口どけ。何の意味あんだろう。ネルティーキス的な。やばい、めっちゃこぼしてる。すごい、ここはこぼしちゃったね。でもなんか1グラム多くしとけばよかったね。え、なんか21グラムから一生懸命20グラムにしてた。このそれがもう伏線そう、伏線だった。伏線ってなんやねん。少しずつね、いくよ。あー、すごいすごい、ミルティーキス、手早く混ぜてください。手早く、うん、手早く、手早く、あれでしょう。あれちょっとうるさいからさ。で、もうこれ私はこの間 YouTube でやってみていたからやっちゃう。ここで混ぜちゃう。トントンします。待って、トントンに厳しい。出てきた。焼きます。何分？170度に温めておいたオーブンで3、40分。焼く。はい、この間に洗い物。TikTok ライブやったりしてたら焼き縮んでしまいました。ね、フォートナイト やっとったら。でもまあ完成という感じで、一旦デコレーションは明日します。はい、1日経ちました。もうカットするの？カットする。3枚にする。あれね。あれよ。俺、竹串法使う？俺の？うん、俺の竹串法？俺が編み出したやつ。編み出してない。編み出した。みんなやってる。え？そうなの？そうやで。お前が思いつくことだってみんな思いつくんじゃ。やめんな。やってるかな？やってるよ。ネットで出てくる。そうなんだ。うん、やめとくじゃん。いや、やってください。あれ、普通の包丁や。あ、ほんと。まだダイソーに受け取りに行ってない。どんぐらいでいい？こんぐらいでいける？え、3枚だよ。3枚でしょ。こんぐらいでしょ。あ、ちょ。いいんじゃない？うん。大丈夫、ペラペラなんない。いける？不安やけど。お、いくね。おぉ。滑らせ。ちょっとなんか包丁見えてるんだけど、なんかへこんでるわ。焼き縮みしてる。昨日覚えた言葉使うな。焼き縮みしてるところ。シースルー。あ、シースルー。シースルーになっちゃった。穴開いてる。シースルー。これね、一本でいいかも。ペラペラじゃん。一本でいいわ。ペラペラです。ほら、だって意味ないもん。本当もうボロボロじゃん。いい、私やる。え、そんないらねえ。全否定じゃん、竹串法。これ
おお。いい。焦がしミルク。焦がしミルク2枚。割り入れていいんですか？割り入れていいよ。なんかそこそこだね。弱い。弱い。目分量。こんくらい。いいの？うん。溶けるっしょ。やれるっしょ。いけるし、やれるし、できるっしょ。知らない。知らない。俺が作ったんだけど。いいや。知ってる、知ってるとか言ってたのもマジで終わった。ちょっと沸騰させちゃいけなかったんですよね。これをちょっと冷やします。だいぶ固くなったのでケーキに塗っていこう。塗っていく。うん。ここにチョコを塗ります。そんなに大胆に塗る？え？いきます。割れちゃってる。割れ。感覚こんくらい。ラム大好きなんでラム入れます。これ測る。どうした、落ちちゃダメ、この卵が落ちちゃったら困る。多かったね、逆に。パンパンです。ダメ、お兄ちゃんがワーワー言ってる。ダメ、どうしたの。最後にかける分が残んないな。あの子止まってるね。すごいよ。やってみる。固まってないな。やりすぎ。ほら、あ。行くよ。しょうがない。なんか意味わかんない絞り方しちゃった。どういう。
どういう感じこれ。あ、これをずっとやっていくってことか。ねえ。そう。何がそうそうそうだよ。いや、もうだってこれが正解、これしかもう正解がない。なんじゃこら。まあ、もしかしたらいい感じになるかも。ここに何かをトッピングすればいいか。絶対何かあるはず。なんだここ。なんだこのケーキは。マジ超失敗してる。こうやってやるんだよ。え、そう。訳すな。柔らかいと見せて。でもさ、これをさ、刺しちゃう。もう芸術家的なケーキなんで刺しちゃう。ちょっとなんか大敗的な感じになっちゃう。壊れたビルケーキ。こちらのケーキは壊れたビルケーキです。ん？お前が言ったんだろうか。ナッツを潰したい。1回目で気づかない。ガサツさがバレる。やばい。ダメでした。皆さん素手は無理です。もういい。俺が怖い。怖い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 。そんな粉々しなくていい。軽くなの。こんなもんじゃん。うん、じゃあロッティ。痛かったわ。ガンガン。忍者さんやばいやつだったんだって、うん、ナッツ、チョコのナッツはもう絶対最強なのよ、うん、チョコの向きを変えます、皆さん。私もインスタグラムとかには何事もなかったかのようにこれ載せるからね。そこに。いや、こっち向いた方がいい。完成。イエーイ。寝よう。1時だ。朝半分？そう。もう切りやすい。美味しそうにできた。意外と。一日経ったら。一日経ったらしみしみで美味しいんじゃない？うん？うまいな。うんうん。うまいな。うん。うまい。美味しいね。めちゃくちゃ生地がしっとりしてる。うん。あ、あ、あ。